皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。 F1 ニュースの時間です。この動画は新作の部屋のみで公開されます。サブチャンネルなどは一切ありません。新作の部屋以外のチャンネルで公開されているものはすべて偽物のチャンネルです。十分ご注意ください。ということで、激戦のヨーロッパラウンド、スペイングランプリから始まり、先週のオーストリア、そして今週末はいよいよ栄光のイギリスグランプリとなりました。3週連続ということで、非常にテンションの上がる期間を過ごしているのですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。もちろん今年のイギリスグランプリもいつも以上に見どころ満載です。本日はこのイギリスグランプリをさらに楽しめるように、見どころのご紹介やサーキットの豆知識、実際にコースを走りながらの簡単な解説などをさせていただき、イギリスグランプリがより楽しめるような構成になっておりますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。まずはじめに、今年のイギリスグランプリの5大ニュースといえばこちら。角田裕毅のマシン空力パッケージ最適化に成功、4戦ぶりの入賞なるか。レッドブル VS マクラーレン、マックス&ノリスの確執はどうなるのか。ハミルトン、ラッセル、ノリス、母国グランプリで勝つのは誰なのか。リカルド、オーストリアグランプリ入賞も崖っぷち継続、バイエル CEO がある発言を。RB レッドブルは特別カラーで参戦、レッドブルグループは今の流れに乗れるのか。ですよね。他にもいろいろあると思いますが、まず簡単に解説しますと、角田裕毅選手はオーストリアグランプリでペース不足に悩み、角田選手自身も満足のいかない週末とおっしゃっていました。しかしながら今週末はなんと空力パッケージの最適化に成功したマシンでイギリスグランプリを戦うことになります。もちろん過度な期待は禁物ですが、心の底ではめちゃくちゃ応援しています。果たして4戦ぶりの入賞、ポイント獲得となるのか、今から楽しみで仕方ありません。次にイギリスでのレッドブルとマクラーレンの戦いはとんでもなく熱い戦いになりそうですね。フェルスタッペンもノリスもオーストリアに関してお互いに悪くない、行動や発言を改めるつもりはないとバチバチの様相です。当事者2人には申し訳ないですが、我々視聴者からしたらめちゃくちゃ面白い展開です。かつてのセナプロの戦いよりはまだおとなしく感じますが、それを彷彿とするような熱い戦いが見られるかもと思うと楽しみで仕方ありません。今週末はさらにバチバチになるのか、今から楽しみです。そしてノリス以外も熱い戦いになるかもしれません。ノリス、ハミルトン、ラッセルはイギリス出身のドライバーです。さあ、母国グランプリで最上位に君臨するのは誰なのか、もしくは王者を倒し勝利という名の優勝をもぎ取ることができるのか。この3名から母国グランプリ優勝者は現れるのか。特に前戦オーストリアで優勝したラッセルは運もありましたし、このまま流れに乗って2連覇する可能性もゼロではありません。もしくは復活のハミルトンか、それとも怒りのノリスか。もし予選結果がポールポジションから2列目までがフェルスタッペン、ノリス、ラッセル、ハミルトンだったらもうたまりませんね。次にリカルド選手がすごく心配です。リカルド選手は先週角田選手が入賞できなかった時にしっかりチームにポイントを持ち帰り、よかったよかったと安心していたんですが、バイエル CEO がパフォーマンスを発揮できなければ来年車に乗せるのは難しいと正式に発言したと言われています。この裏にはリアム・ローソンのアウディへの流出阻止のためにリカルドが電撃解雇される可能性があるとイギリスメディアも伝えていましたが、真相は一体どうなのでしょうか。今週末はダブル入賞を果たしてチームに見せてやってくれ、リカルド選手。最後に RB は映画ツイスターとコラボした竜巻カラー、レッドブルはカモブルから着想を得た特別カラーリングのマシンでイギリスグランプリに参戦します。角田裕毅選手にリカルド選手、特別カラーの竜巻のようにチームで上位を狙えるのでしょうか。今から楽しみにしています。ちなみに番外編ですが、先週のオーストリアグランプリでは宿敵ハースがまさかのダブル入賞で大量ポイントを獲得、コンストラクターズランキングを一気に縮められる事態となってしまいました。このまま流れに乗ってイギリスグランプリでも脅威になるかもしれませんので、しっかり気をつけていきたいですよね。そのためにも今は頑張れ RB 角田選手とリカルド選手、ダブル入賞期待しています。それではより詳しく見ていきましょう。まずは今回の F1 イギリスグランプリのタイムスケジュールです。
さあ、今週末は FP1 から FP3 という通常通りのスケジュールです。各チームのセッティングとか戦略とかどうするのかなと考えるだけで今からワクワクが止まりません。今回のイギリスグランプリも日本時間的にはかなり見やすい時間帯かと思います。今週末も日付は変わりますが、土曜日は FP2、FP3 予選がありますので大忙しですね。皆さん一緒にステーキな週末にしましょう。次にピレリ発表のタイヤ情報ですが、このようになっています。 C1 ハード、C2 ミディアム、C3 ソフトと固めに設定されています。次にこちらをご覧ください。後ほど詳しく解説しますが、ご覧の通りタイヤに関してはそこそこ厳しいコースになっています。各チームはどんな戦略で戦ってくるのか非常に楽しみですね。それでは参考までに2023年のイギリスグランプリ1位から3位のタイヤ戦略はこうなっていました。1位フェルスタッペン、ミディアムソフト。2位ノリス、ミディアムハード。3位ハミルトン、ミディアムソフト。16位角田選手、ソフトハードソフト。今回ピレリ発表では最速のピットストップはソフト、ミディアム、ソフトの2ストップなんですが、昨年はほとんどのマシンが1ストップを選びました。タイヤマネジメントさえうまくいけば1ストップでも全く問題なしのサーキットです。そして2023年のイギリスグランプリを覚えていらっしゃいますでしょうか。2023年はレッドブルのマックス・フェルスタッペンがホールトゥーウィンで6連勝を達成し、シーズン8勝目、通算43勝目を飾り、ファステストラップも記録したレースでした。またレッドブルはその前の最終戦アブダビグランプリから11連勝を達成し、1988年にマクラーレン・ホンダが打ち立てた連勝記録に並んだ年でした。それでは次にシルバーストーンサーキットを解説します。シルバーストーンサーキットはイギリスノーサンプトンシャー州トースターに位置するレースサーキットで、1950年に F1 世界選手権として初のグランプリが開催されたサーキットです。このコースは第二次世界大戦で使われたイギリス空軍飛行場の跡地に建設され、三角形をした3本の滑走路がそのままコースとして使われています。飛行機の格納庫のことを現在もハンガーというんですが、ターン14へと続く直線区間がハンガーストレートと呼ばれるなど、空港の名残が未だに残っています。飛行場の建設自体は1943年、実は本当の初めてのレースが開催されたのは1947年で、地元住人のモーリス・ジョーヒガンという人物が飛行場跡地へ忍び込み、廃墟となった滑走路と周辺道路を使って友人11名とともに約 3.2 キロを使って違法なレースをしたのが始まりだったんですね。そしてこのイギリスグランプリはほぼ全ての F1 チームがこのシルバーストーン近郊に本拠地を構えているので、ここはモータースポーツの聖地、または F1 のホームグランプリと呼ぶにふさわしい場所となっています。ファクトリーが近く、夜間を含むセッション外の時間を使ってパーツを新たに取り寄せたり、あるいは送り戻したりと柔軟に対応することができることから、多くのチームがアップグレードを投入することもあります。今回アップグレードを投入するチームはあるのでしょうか。それでは次にコースレイアウトを見ていきましょう。全長5891メートル、ターン数18のコースを周回数52周で競います。最高速度は336キロ以上、平均速度は209キロ以上で、セーフティーカー導入率は 80% となっています。ちなみに昨年もセーフティーカーが入っています。この全長5891メートルのシルバーストーンサーキットは F1 カレンダーの中で3番目に長いコースです。これを超えるのは7004メートルのスパ・フランコルシャンと6003メートルのバク市街地コースのみとなります。ここシルバーストーンにおける有名なマゴッツ、ベケッツ、チャペルと続く超高速コーナーに代表されるように高速サーキットと称されるのですが、現在のレイアウトは低、中、高速のコーナーが混在しているため、セットアップ面で妥協が強いられます。ダウンフォースがかなり向上した現代の F1 マシンにおいては、あらゆる高速コーナーがほぼストレート化しています。今やターン1や2、ターン9のコップス、ターン11のマゴッツはエンジン全開区間であり、全長の約 81% 区間はアクセルベタ踏み。ラップタイム向上のためにはこれまで以上に高いエンジン馬力が求められます。そして注目すべきはこのハミルトンストレート。
こちらは F1 世界選手権で7度目のドライバーズチャンピオンに輝いたイギリス出身のルイス・ハミルトンに敬意を表し、2020年にインターナショナルサーキットのピットストレートの名称をハミルトンストレートと命名しました。個人名が付けられるのはシルバーストーンでは初めてのことだったんですね。どれほど名誉なことか、それは鈴鹿サーキットに角田ストレート、結城ストレートと名付けられるようなものなんですよ。それではこのシルバーストーンサーキット、実際に走ってみましょう。こんにちは。イギリスグランプリの開催地シルバーストーンへようこそ。グランドスタンドは満席、各マシンはグリッドにつき、スターティングシグナルはもう間もなくです。主な抜きどころは2つのストレート、ウェリントンとハンガーの後半ですが、全長 5.9 キロのシルバーストーンにはオーバーテイク可能な場所が他にも多くあります。18のコーナーを持ち、平均速度が230キロに達するこのコースは最も長くて高速のサーキットでもあります。それでは本日もビザキャッシュアップ RB F1 チームのマシンで、このイギリスグランプリ歴史あるシルバーストーンサーキットを走っていきたいと思います。まずこちらのシルバーストーンサーキットは F1 の中心地ヨーロッパに位置する歴史あるコースであるだけに、1950年の F1 世界選手権初開催から数えて実は10度も変更が加えられているんですね。ですがドライバーにとってもチームにとってもある種知り尽くしたサーキットでもあります。例えば同じように古くからあるコースとしては、我らが鈴鹿サーキットやモナコ、モンツァサーキットやスパ・フランコルシャン、バルセロナなど、現在ではかなり数が限られています。確かにこのコースにおけるマゴッツやベケッツをはじめとするテクニカルな要素が多いので、ドライバーズサーキットとも称されるんですが、予測不可能性が低いという意味ではシャシー性能が歴然と現れるコースとも言えます。ところで角田選手ってまだシャシーの交換とかってしてないですよね。さあ、そして豆知識なんですけども、ちなみにこのイギリスグランプリ、英国君主が観戦に訪れたのは過去何回かご存知でしょうか。実はですね、わずか1回のみなんですね。 F1 イギリスグランプリというのは70年以上の歴史を持ち、 F1 発祥の地であるものの、英国君主がレースを観戦したのは初開催を迎えた1950年の1度のみなんですね。初の F1 世界選手権レースでは国王ジョージ6世がロイヤルボックスに入ったんですけども、それ以降他の王室メンバーがイベントに出席したことはあるんですが、英国君主が直接訪れたことというのはないんですね。さあ、ということで1周約1分30秒前後のコースになるんですかね。さあ、私も今からアタックラップに入ってですね、本物の F1 ドライバーに勝負を挑んでいきたいと思います。果たして勝利することができるのか。それではアタックラップに入りましょう。よし、アタックラップ行きましょう。スタートですよ。はい、ここからスタートです。ということでこのシルバーストーンサーキットはですね、なんといっても天候が一番重要なんですね。イギリス特有の変わりやすい気まぐれな天気、それをブリティッシュウェザーというのですが、これは他にもね、スパウェザーとかいろいろあるんですけども、広いサーキットでよく使われる言葉になります。このブリティッシュウェザーというのはレースをよく混乱に導きます。例えば風向き、比較的頻繁に変化するので車のバランスとドライバーのドライビングスタイルにも影響を与えます。風向きの変化っていうのはブレーキポイントやエイペックスの通過速度、スロットルなどあらゆる操作に影響します。さらに言えばカレンダー最大の平均横 G が発生するコースなので、最大荷重は 5.5G、 こちらを超えるんですけども、これはですね、分かりやすく言うと発射するロケットの中で宇宙飛行士が耐えなければならない G フォースの約2倍に達するんですね。すごいです。これさらに分かりやすく説明すると、ヘルメットを着用した人間の頭の平均重量は7キロ、ドライバーの首が35キロの力で左右に引っ張られることを意味します。一周を通しての横方向の平均 G フォースは 2.8G、 これはカレンダーの中で最大、実はポール・リカールと鈴鹿が僅差で続くんですね。もはや一般人からすると意味が分かりません。さあ、そしてセクター1-2自己ベストでまとめております。ライバルが前を走っていますが、最終コーナーまでに抜けたのか。これはセクター3は全体ベストがどうだ。昨週マッハいけるぞ、いけるぞ。
さあどうだ、1分30秒は切れなかったけどセクター3は全体ベストでパープル。ライバルには勝利できた、ライバル勝利、オッケー、ライバル勝利できた。これで私の役目は終了だ。あとは本物の F1 ドライバーに任せましょう。よろしくお願いします、角田裕毅選手、あとはお願いしますよ。はい、ということでやっぱりタイム的には全くですね、私は1分30秒を切ることができませんでした。でもこれは思いっきり練習してアタックしてないからなんですよ。言い訳をしておきます。ということで今週末も僕の代わりに本物の F1 ドライバーたちが素晴らしい走りを見せてくれると思います。今週末もいろんな意味で見どころ満載のイギリスグランプリ、ドライバーズランキング10位を守るために角田裕毅選手頑張ってください。もちろんリカルド選手も応援しています。イギリスグランプリでは一体どんなドラマが生まれるのでしょうか。皆さんのご意見ご感想もお待ちしています。それでは皆様、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。新作の部屋のサクでした。